ではこちらの物件について紹介したいと思います。概要です。今回はそのニューラルベース その動的トピックモデルってことで、その RNA とその確率的グラフィカルモデルにちょっとソフトマックスの要素を加えた、RNA RSM っていうものを提案しています。で、それが最先端のモデルといっても、そのあの普通 の, あの LDA ベースの動的のトピックモデルなんですけど、それと比較して、精度の非連鎖が良くて、より一般化したモデルであるということを示しました。で、スパンというメトリック、指標ですね、それを導入して、そのトピックが、その、なんですかね、どれだけその、流行といいますか、そう、続いているかというのを、しっかりそう、追跡できるかどうなのか、しっかり捉えられるかどうなのかみたいなのを、紹介しています。で、イントロダクションです。その動的トピック、トピックモデルで、そのトピックが、今までどういう感じに進んで、流行ってきてるのかとか、あるいはこれからどうなるのかという予測する上で、それは大事ということで、先行研究において、後でさらっとだけ説明するんですけど、その重みみたいなのも考えてあげて、ソフトマックスによって、確率を求めるモデル RSM っていうものが、その従来の LDA よりも、精度がパープリキシティが良くて、パープリキシティが良いことを、著者は、より一般化されていると述べてるんですけど、より一般化されたモデルであるってことが、知られています。で、しかし現在のトピックのモデルっていうのは、その、RSM じゃなくて、LDA をベースにしたものモデルであって、筆者は明示的にその単語を追跡するような、構造にはなっていないと、筆者は主張していて、で、その RNA、RSM というものを提案して、より、明示的に、単語というものを長期にわたって、しっかりその、トピックというものを、考慮するように促すような、モデルというものを、提案しています。で、これがその、提案モデルがこれなんですけど、そもそも RSM っていうのが、一番左側のものになっていて、で、なんか半分ニューラルネットワークみたいなものなんですけど、主に W っていうものを考えてあげて、ある文章 N について、こう単語があってあります。で、それで、その VN っていうものができて、で、具体的にその、ある潜在トピックに対して、単語を求めようってなった時には、そうソフトマックスを用いて、求めるというようなモデルになっています。で、それをざっくりと、簡略化といいますか、まとめてあげたものが、この真ん中のモデルになっていて、で、そのモデルを、今説明したのは静的な、普通 その動的なモデル、要するに時間 に対してのものではないモデルなんですけど、これを、時間ごとにこうどんどんこう考慮していくようなモデルに仕上げてということで、RNAと合体させたもので、この U っていうものがどんどんこう、情報を伝播していくものになっていて、で、その U っていうものが、バイアスを通してダイレクトに、その、隠れトピックというか潜在トピックの方に、を考慮して、計算するというようなモデルになっていて。で、時間ごとにこれ、入れていくというものになっています。一応モデルの、その 前提としては、その同時確率というものは、その時間、ごとの、積で表せるというものになっていて、その挿入する、入力する V っていうものは、ドキュメントのサイズと、そのドキュメントがそのディクショナリー、その単語ですね、どれが、どう単語なのかっていう、そんな、量子マトリックスで表されるものになっていて、それが時間の発作であるということになっています。
で、まあその、あるそのトピックに、トピックの状態において、じゃあその、文章 N について、まあ、単語が、見出される確率というものをソフトマックスのような形で表してあげて、で、まあ、逆に、ある、その文章に対して、どういった、トピックが見出されるのかっていうのを、まあシグモイドの関数で、あれの、あのあれに基準したもので、戻りますと。で、まあそのバイアスとか、U とかいうのもその RNN と同じような構造を持ったものを想定しています。で、まあ算出関数といいますかっていうものは、まあまあ、このようなものを最小化するとなっていて、まあ、カルバックライブの情報量を、まあ、最小化するようなゼロに持っていくようなものになっていて、まあ具体的にこれを求めるためのその、計算方法というか欠勤値法とか、まあ、この後書いてあるんですけど、今回は省略させていただきたいと思います。で、まあ、アルゴリズムとしては、まあ、適当な初期値で最初はその U と、B っていうものを、まあ、計算してあげて、で、ギブスサンプリングによってその V っていうものを持ってきて、コストの、まあ、グラディエントを推定して、で、重みとかを更新してあげると、で、それまで、繰り返すと、で、まあ、それが、まあマックスエポックかアリーストッピングになるまで繰り返すというものになっています。で、まあ、今回データセットなんですけど、ACL と、EMNP の、論文、19年間分の、ものを用いて、います。で、まあ、その中から、エクスパンドランクっていう、まあ、既存の、ツールを用いて、キーフレーズのようなものを、抽出して、その、辞書の、次元を作成しているということになっています。で、まあ、ハイパーパラメータが一応こういう感じになっていると。で、まあ、実験してみましたっていうことになっています。で、パープレキシティがこれ低い方が、いいんですけど、提案書が、まあ、大体、その既存の DTM っていうのが動的な、トピックモデルで、従来の LDA ベースのものなんですけど、それよりも、よくなっているということになってきて、で、コヒーレンスなんですけども、まあ、そのトピックがそれどれだけその、指向性といいますか、あの、まばらな意味の持った単語が来てないかっていうものなんですけど、それが、まあ、平均値用値ともに、まあ、大体の、年代で、よくなっているということになっています。で、今回そのスパンっていうことで、そのどれだけその、まあ、トピックが、その年代ごとにか、こういうトピックの単語が、出された時にそれが、どれだけその連続して、出るのかっていうその最長の、まあ、シーケンスっていうのは、ここでいうシーケンスっていうのは、年ですね、年が何年続いて出てきたという、そういう最大のシーケンスを持ってき、来るものをっていうものを、提案していて、で、まあ、それが S になって最も長いものを持ってきて、で、それをその、その単語の、がの、価値といいますか、そういったもので割ってあげて、まあ、一応、まあ、そういった感じで企画化 してあげたものが、まあ、指標というものを、提案しています。で、まあ、こう実験する前になんですけど、まあ、その、まあ、どういった結果が得られてほしいかみたいなことで、これが、まあ、そのインプットした、単語になる、あのキーワードなんですけども、そのまあ、それを、こっちで分類別に分けてあげるものなんですけど、そのランゲージモデルとか、マシントランスレーションっていうのは、まあ、昔からあって、で、今もこう栄えているみたいな感じで、逆に近年、エンベディングとかニューラルランゲージとかいうものが出ていると、
なんで、まあ、できれば、こういった、マシントランスレーションとかその名古屋島でっていうのはしっかりずっと、トピックスして追従してほしいし、で最近出てきたものはしっかり最近出てきたものでこう、捉えてほしいという、まあ思いがあります。で、まあ、結果なんですけども、まあ、従来の章だと、例えばそのマシントランスレーションとかラングエイジモデルっていうのが LDA とか ADSMA だと、まあ、部分的にしか捉えてなくて全部19年分あるはずなんですけど、 DTM だけがまあ重々、DTM と、まあ、提案章が重々捉えられていると。逆に DTM っていうのはその、最近出てきたワードエンベディングとかニューラルラングエイジとかっていうのが、そういったものが、捉えきれてないと、いうことになっています。で、まあ、逆にあれ提案手法というものはそういったものも捉え、他の手法も、適度にそういった、長さというものを随時とか捉えているということになっています。で、まあ、それがもっと、グラフィカーに、あれしたものがこれになっていて、その、まあ、マシン、マシントランスレーションとかラングエージ、モデルというものは、LDA とか RSM だと、部分的にちょっと欠けているものになっていてしっかりと追求できていない。のに対して、まあ、DTM とか、提案書は、しっかり全体的に覆う形だと。逆にワードエンベディングとかその、ニューラルラングエージっていうのは従来の動的なトピックモデルだと、全然、その、新しいトピックの流行っていうものを捉えられていない。だけども、今回提案した手法っていうものは、しっかりそういったものが捉えられるという形になっています。まあ、まとめになります。まあ、今回 RDN とその、まあ、確率的グラフィカルモデルの一つである、まあ、RSMM というものに基づいた、新しい、ニューラルベースのトピック、動的なトピックモデル RNN、RSM というものを提案しています。で従来のモデルよりも、まあ精度が高くて、まあ一般化されたモデルであり、まあ、コヒーレンスも高いことを示しました。で、まあ、よりトピックを追跡といいますか、まあ、流行というものを、しっかり捉えるために、スパンというものを、導入しています。で、まあ、今後は、学習時間など、その学習過程において、まあ調査して、もっと学習時間を短くするためにはどうしたらいいんだとか、そういったものを、改善していきたいということになります。じゃあ、終わりにしたいと思います。